サッカー J2 のいわき FC の選手たちが今日、いわき市の商業施設でサイン会を開きました。会場にはディフェンダーの石田祐介選手など3人が訪れ、事前の抽選で当選した60人のサポーターにサインをして交流しました。一試合一試合ここから勝負になってきますし、僕たち選手本当に精一杯頑張るので、一丸となって、いわきを盛り上げられるようにしていきましょう。よろしくお願いします。現在8位とプレーオフ進出を狙える位置にいるいわき FC、 次節は今月20日に5位の岡山と対戦します。